10の性格、あなたはどのようなパンですか？どれか一つを選択して読み進めてください。1、菓子パン。2、サワーシュパン。3、チーズパン。4、トーストパン。5、バーガーバンズ。6、プレーンパン。7、ごままんじゅう。8、イングリッシュマフィンパン。9、プレッツェルパン。10、スライスパン。あなたが何パンであるかに基づいた性格は次の通りです。菓子パン。あなたはまさに、とても優しい人です。あなたは多くの場合、誰もがそばにいるのが大好きな推しの強い存在です。しかし、あなたの価値が評価されなくなる可能性があります。私たちはあなたなしでは生きていけません。あなたはみんなの生活をより良くします。いつも励みになっております。あなたは行動への意欲が湧いてきます。あなたは他人が自分にしてくれる以上に他人のために尽くすギバーです。しかし、この方が人生は良くなります。あなたは他の人が情熱、モチベーション、楽しさを維持できるよう手助けするのが大好きです。あなたはパーティーの命です。あなたがいなかったら、みんな疲れてしまうでしょう。私たちはみんな、人生にもっと甘さを必要としています。あなたは社交的な環境において優れています。あなたを持っている人は、常にもっとそれを望んでいます。2、サワーシュパン。あなたは力強くしっかりとした外見をしていますが、黄金のような柔らかい心を持っています。必要な時に触れると、温かくなります。あなたはいつでも素晴らしいです。あなたは健康に生きています。ここぞという瞬間には、ほんのり酸味を感じながらもっちりとした食感が楽しめます。あなたは、ふさわしい人たちに優しさを提供します。あなたは、積極的なプッシュを必要とする人に、酸味のある唐突な風味を提供します。あなたには基準があります。あなたは周りの人たちに最高の自分になるよう押し付けます。あなたの味は、すべての世界で最高です。あなたは何をするにも優れています。あなたは常に挑戦する姿勢を持っています。あなたは健康的なライフスタイルを送っています。あなたは挑戦するほとんどのことにおいて他の人よりも優れた成績を収めることができます。嫉妬せずにはいられない人もいます。限られたグループの友達しかいないかもしれません。でも、この友達はあなたが輝いているのを見るのが大好きです。彼らは同じような価値観と素晴らしい不思議なセンスを持った、質の高い友人です。3、チーズパン。あなたは素晴らしいです。フレーバーが滴り落ちて、どんなアクティビティも楽しくなります。私たちは、あなたとの生活に満足できません。風味豊かに弾けます。あなたは世俗的です。あなたは他の人を、自分たちだけでは想像できなかった場所に連れて行きます。本当に心地よい食感と風味は、誰からも愛される一品です。あなたは走るのが得意です。まさにアスリート。でも、あなたと一緒に過ごす時間が長すぎると、私たちが曲がりくねってしまうことがよくあります。あなたはとても楽しい愛情深い人です。私たちは、あなたを味わうためだけに、食事の不正行為を気にしません。私たちはいつも、あなたと一緒に健康的なタンパク質を摂取すると言います。あなたは最高の友達なので、もっと一緒にいたいと言い訳せずにはいられません。結局のところ、世界はあなたなしでは生きていけません。あなたがそばにいた方がいいのです。おそらく選択された量ではありますが。4、トーストパン。
最も美味しくてサクサクしたパン。あらゆるパーティーを盛り上げます。プライベートでは、あなたは一番温かくて優しい人です。あなたは真のロマンチストです。恋人。外から見ると、日常的なパンのように見えるかもしれません。しかし、密閉されたドアの後ろでは、熱気が詰め込まれます。あなたは心に近い生活を送っています。あなたは親密です。他の人がねっとりしている時でも、あなたは仕事をやり遂げるために必要なことをしっかりとこなします。あなたには自然な日焼けと黄金色の美しさがあります。バター、クリームチーズ、アボカドと組み合わせると最高です。これは大きな偉業です。5. バーガーバンズ。あなたはどんなパーティーにとっても命です。最後に立っているのはあなたです。パーティー、エンターテイメント、ナイトライフを楽しみます。あなたは、ピクニックやビーチでの楽しいイベントの主役になることがよくあります。あなたがいなかったら、クールな子供たちは決して参加しないでしょう。私たちはあなたなしでは生きていけません。あなたはとても美味しいです。とても簡単にドレスアップできます。比類のない風味が爆発します。あなたは完璧なサイズです。多くの場合、曲がりくねっていて厚みがあります。種子を加えてスパイスを加えることもよくあります。あなたは、ほとんどの社会環境において第一の選択肢です。あなたとの生活には、あらゆるものが完璧に揃っています。あなたは最高の人生を送っていると思います。誰もがその一員になりたいと思っています。6. プレーンパン。あなたは人生のシンプルなことを楽しんでいます。余分なものは必要ありません。あなたは維持費が高いわけではありません。あなたは物質主義をあまり避けたライフスタイルを重視し、生活の基本的なニーズに焦点を当てます。この飾り気のないパンのように大きく暮らすのは難しいかもしれません。あなたは本当に仕事のやり方を知っていますね。調味料は自分のかけがえのない価値を他の人に示すのに役立ちます。たくさんのトッピングを一度に楽しめます。7. ごまパン。あなたは普通のジェーンではありません。あなたは公園で長い散歩を楽しみます。健康マニアのあなたは、何をするにも成功するために、これまで以上の努力をします。人々はあなたを称賛します。あなたの見た目と味には、何か魅惑的なものがあります。素晴らしいクランチ感でクライアントを楽しませることができます。あなたの味は比類のないものです。あなたは他の人が常にもっと欲しがるようにしておきます。種が落ちると、私たちはみんな、皿から種を舐めずにはいられません。他の人もあなたの大敗まとなセンスに匹敵できるといいのですが。このパンは、これ以上に美しく見えません。あなたはあらゆる面で魅力的です。8. イングリッシュマフィンパン。他とは違うものを求める人にとっては最適です。あなたはユニークで、他の人が失敗しても優れています。朝はみんながあなたを愛しています。あなたはあらゆる意味でカリカリです。必要な時は柔らかくなります。あらゆる味があります。あなたの周りの人たちはあなたなしでは生きていけません。食事をスパイスにするあなたの能力は比類のないものです。トーストすると温かさが溢れます。どんな欲求も満たすことができます。9. プレッツェルパン。誰もがあなたを愛しています。あなたは生まれつき人を喜ばせる性格で、社交的な環境でも優れています。
あなたがやっていることは誰もできません。あなたは柔軟性があり、逆境にも適応します。他の人にはできないことがあなたにはできます。あなたの味と同じ味をする人は誰もいません。いろいろな味が入ってきますね。硬すぎて噛むのが難しいと感じる人もいれば、ちょうどいい柔らかさだと感じる人もいます。甘くてバターのような気分になれます。塩辛い環境でも優れています。あなたの厚みは他のどのパンよりも優れています。ジューシーなトッピングを加えてもべたつきません。どのパーティーでも最後に立っているのはあなたです。周りには十分な人がいないことがよくあります。よだれが出てきますね。あなたのような人は誰もいません。あなたは稀で価値のある人です。一度人々があなたを人生に引き入れてしまえば、誰もあなたを手放したくなくなるでしょう。あなたは周りの人たちにとってとても貴重な存在です。10スライスパン。あなたはどのパンよりもカットの高い体格を持っています。あなたは憧れの領域のプロアスリートです。あなたは何をするにもそれを超えています。あなたはエースを蹴ることやチーム環境で他の人と対戦することが大好きです。チームビルディングをする必要はありません。誰もがあなたのそばにいたいと思っており、あなたの人生に価値を見出しています。あなたは真のオリジナルです。唯一無二。象徴的に言えば、クロックスをクールにしたのはあなたです。あなたは人生を変えます。あなたなしでは世界は同じではありません。トーストするとさらに温かさが増します。ただあなたをもう少し楽しく満足させます。あなたがいなければ BLT は存在しないため、世界はさらに悪い場所になっていたでしょう。平らなので、口に収まるかどうかを心配する必要はありません。それでも、スライスしたパンには大きな欠点があります。細すぎてつかめないよ、すぐに水浸しになってしまいます。しかし、忘れることはできません。高すぎる注文はありません。あなたが側にいれば、私たちは望むことは何でも達成できます。上記を読んで笑っていただければ幸いです。赤いハートはコロン症括弧終わり。ビデオの上部にある画像をクリックすると、あなたのために作成されたプレイリストでさらにビデオをご覧いただけます。ライブをレベルアップし、あらゆる活動で成功を収めるために、さらに多くのビデオをぜひ購読してください。あらゆる活動で卓越性を達成し、ビデオにコメントして素晴らしいコミュニティを一緒に構築しましょう。すぐに必ず返信させていただきます。